目外しは、囲碁用語の一つで、五番上の位置を指す言葉。五番の隅から数えてまたはの地点。布石の極めて初期の段階で、隅の着点として打たれることが多い。図の黒一の位置を目外しと呼ぶ。一つの隅に目、外しに該当する位置は1と A の2箇所あり、番上の他の石の配置によって、戦略上異なる意味を持つ。三線と五線の交点であり、 打ち手の意図、相手の出方によって、実利思考にも、勢力思考にも持っていくことが可能である。また、代謝定石など難解な変化も内包しており、変幻自在な上級者向けの着点と言える。変によっているため、相手の勢力を牽制するなど、戦略的な意図を持って打たれることが多い。小目と同じく一手で隅を全てを確保したとは言えず、 対角線を挟んだ位置にもう一手かけて、隅を完全に確保する手に価値が大きく、また相手からすれば、それを邪魔する手の価値が大きい。小、ゲーマ字まり A への締まりが最も一般的であり、小目からの小、ゲーマ字まりと同型になる。高締まり勢力を施行する場合黒1、または A、B などの高い締まりも打たれるが、C などに打ち込みの隙が残るため特殊な場合に打たれる。 着点である。トーチカ1から3に閉まるのは、トーチカと呼ばれ、罪を大きく確保できる上に、左辺、下辺に強い勢力が及ぶ。1935年の小野田千代太郎、橋本宇太郎戦で現れ、長谷川明が愛用した。ただし近年は1軍に3手掛けるのは非効率と見られ、打たれることは少ない。黒3では、A と広く閉まることもある。 小目かかりじがかかるときは1の小目にかかるのが最も一般的である。これに対し黒は A で圧迫して勢力を築く B の大ゲーマがけで難戦を挑む CF など左辺から挟んで打つなどの対応がある。特に B の大ゲーマがけは極めて変化が多く大社先編とも呼ばれる難解定石である。高がかりしろ1へ高くかかり、隅の実利を譲って打つ生き方もある。 黒は A に受けて、隅の実利を確保して、多くの場合不満はない。B につけ、可変に勢力を張る手もある。その他の係 A の三々は、根拠と実利を早めに確保する意図で、周辺に黒石があって、戦いになるのを避けようとする時などに有力。B の係は、個制限推奨で、官名に分かれることができる。C は勢力を施向した特殊な係。目外しは、 やや特殊な打ち方で、他の隅との関連で、戦略性を持って打たれることが多い。左辺のケースでは、黒1止め、外しに打つ手段がある。もし白2の係りなら、まず黒3からかけ、左上隅でも黒7から圧迫して、白を定位に押し込めることができる。白は2の手で3に高係かりするなど工夫せねばならず、部分的に最もえな、小芸間マかりを遠慮させたことになる。 右辺では、黒1の目、外しに打ち、白2の係りなら黒3が開きとハサミを兼ねた、好天となる。となれば、白は A などにかかる手段を選ぶことになり、相手の戦略幅を狭めている。北に実る、以後100年に新出席起こる平凡者1968年。ありがとうございます。